大米、元ロッテ、阪神、広島で通算121勝を挙げ、多くの球団で投手コーチを務め、3日に肝臓癌のため87歳で亡くなったデイリースポーツ評論家の和光智夫さんの葬儀告別式が8日、千葉県船橋市の古屋式典船橋菜園で営まれた。写真、教科後方名には阪神、岡田監督や掛布氏など早々たる名がずらり慕われていたのがわかる。 阪神、岡田昭信監督をはじめ阪神 OB の田淵孝一さん、掛布正幸さん、広島、松田元オーナー、広島へのトレード相手の兄や総八さん、デイリースポーツ評論家、ラ・オークの球界関係者から区下が届き、式では岡田監督の弔電が読み上げられた。会場入り口には現役時代の写真やユニフォームなどの遺品が飾られた。 プロのユニフォームを脱いでからは地元の子供たちやふるさと、宮城の社会人野球チーム、七十七銀行などアマ野球でも指導。通夜には会場に入りきれないほどの教え子ら約300人が駆けつけ、この日も多くの人が別れを惜しんだ。船橋市出身のヤクルト長岡秀樹内野氏も教え子の一人でも主の妻道子さんはシーズン中なので行けませんが、後で行かせてもらいますと連絡があったと明かした。 4月まで外部指導者を務める中学でコーチを務めていた和光さん。美智子さんは障害野球人生を全うした和光さんに、いい野球人生だったと思いますと語り、涙を誘った。